はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。昨日までの動画全部ね取りだめだったんですけど、何をしてたかっていうと、ちょっと引っ越しをしてて、新しい家でね、一応なんか机とかパソコンが用意できたんで、一発目をね動画をやっていこうと思います。なんで構築は僕がこの禁電ルールで最初のシーズンで、ね、2100を取った構築を使っていこうと思います。で、これは典型的なカバザシアンサンダーで、ポリツーとかがいるのはちょっと珍しいかな。まあ、ヌオーとバンギとダイナでいいと思うんだけど、どこがめんどくさいかな。まあ、言うてか。まあ、ヌオーを過労死しないように。まあ、クサデッドヒードランはちょっと、ないな。しょって多分カバだと思うけど、サンダーから組んだ。バンギステロないからちょっと鬱陶しいけど。いやー、ボルチェン打っていくんだったら、こう毒決めたいんだよな。まあ、毒入れるチャンスいっぱいあるか。暴風でヌオを削れて、釈迦になるみたいなことが一番最悪だから、素直に引くわ。悩むことなくない？暴風しかないでしょ。釣りはまだまあ、ボルチェンないんだろうね。ドラン出てくる。風船ドランか。めんどくさいな。これでも、岩技まあまあ通ってる。これ多分、バンギと、ヌオのサイクルで勝てるかな。ザシアンがいない。とりあえずでも6ブラでいいと思うんだよな。ウオナラゴン出てきたら守るで技見てから引き先決めればよくて。ハチマキ激凛だったらダイナ飛ぶな。でも雑誌はいないからヌオ捨ててもいいか。で、ドランはバンギでもいけるし。だからドランはきついから、まあ、ヌオで見るのもそもそももともと成立してないわけだから。風船は割らせてくれない。ウオナラゴン、イカサマでよかったかな。なんか前、シーズン15の最終日に、砂かきで、ハチマキを持ってるウオナラゴンにめっちゃ、ギリギリやられそうになっていう、苦い思い出があるんだけど、これ相手戦術割れたから、一回守ってから、砂ダメ稼いで、相手あとここ釣り交換、狙うあれがあるね。いやー、まあ、でも、釣ってもって感じだな。ドラゴンそもそも浮かんないからね、この構築。ドラゴンいなかったのにさ、シーズン15終盤に突然さ、爆増したの、マジでわけわからん。オッケーオッケー、こだわりロックできたから、で、裏は全部バンギで、ってか、なんならこれもうバンギラスで決まる試合だな。多分無限大で投げていいね、エラ神だったら。で、いずれにしろ、ドランにダイマックスを入って、風船割れるならそれでいいから、まあ、ダイナ着地させて、ここダイドラグーンとかちょっと嫌だけど、まあ、スカーフなくなるし、あ、オッケーオッケー。強っ。ハチマキかな？半減でこんな入んのか。で、サンダー引きだったとしても、もうダイマックスを誰も浮かんないから、バンギが削れてないのがめちゃくちゃいいな。ヒーター。ヒードラン？ヒードラン。とりあえずこれでこいつの風船をぶっ壊せて。持ち物がそんで残飯じゃないから、頑張って削ろう。身代わりに対して、挑発感、まあ、ダイマックスオーからでいいかな。第1打ってくるなら次、再生でよくて、マグスところ入ってくるんだったら外してあるのと、食らってから身代わりをして、で、まあ、ダイナミットポイントちょっと残るから。で、あのドラゴン多分ハチマキだと思うんだよな。あんなもんかな、ダメージ。まだ2倍入ってるから、冬が入るのか。
で、ドランここまで削っとけば、こいつのダイマックスだけが唯一負け筋だから、それは消せる。身代わりから入っ、いやー身代わりから入って挑発がめちゃくちゃもったいないよな。ああ、まあでも結果的には身代わりから入ってマグスと透かしてっていうか、身代わり残して再生をせた方が強かったか。まあでも結果論だな。まあ挑発ないならそもそもダイナで多分このままいける話があるのと、いやさらにいけはしないか。第一普通に打ってくる。無限大なはサンダー対面でも回復できるのと、ノラゴンは、まあ、ヌオの残飯と、あ、じゃあ、ゴツメと、ダイマするならダイナで殺せばいいから、どっちでも取れるので、まあ、バンギ引きでいいかな。まあ、こう、もう一回マグストを打つ、いやー、でも挑発なさそうだな。いや、わかんない。技構成見てから、挑発打とうとしてるんだったら、挑発にバンギ投げれたらめっちゃいや安いんだけど。なんなら砂でさ、ウオノラゴン、いける話あるよね。とりあえずバンギ着地して、あ、ダイナ切ってもよかった。いやー、ないな、さすがに。第一連打。バンギ型これで次のダイスチルとかも多分耐えるから、あ、一回タク解消したいか。うーん、あのヌオで詰めればいいな、それだったらどっちでも多分詰めれるんじゃないかな。ヒードランこれダイマックス切ってくるんだったら多分ノラゴンがそんなきつくないから、でサンダーがダイマックス、どっちがなんだっけ、あ、そう、ダイマックスないんだったらサンダーは多分ダイナで上から再生連打でごまかせるからそれでいいかな。ヒーター、とりあえず裏に自信がサンダー、はい、これやってるんだったらこっち多分楽だけどな。羽のタイミングでダイナ着地したいかな。で毒入れば TOD で負けないから、まああとはなんかチンタラしてるとバンギ残飯で回復できるからそれでもいいな。相手めっちゃ考えるね。言うてそんな考えることないと思うけどな。何考えてんだろう。あ、サンダーが技い、やばい技構成したら。で、これ TOD か。さすがに試合始まってまだ6分ぐらいだから。成立しないと思うけど。羽から。このサンダー脆いやつだな。え、こんな脆いか？削れすぎじゃね？こんなもんだっけ？クソ押せるんだけど。これ自信押していいね。砂のダメージ入るから。まあ、慈悲になっていくのは向こうで。羽に多分自信通るとほぼ死ぬ。で、引くにしても、裏に地面一貫してるから地震の通りいいでしょ。あ、オッケーオッケー、砂で落ちる。
けそう。さすがになんかこっち来て最初に出す動画勝ち試合にしたいんだけど、ノラゴン、多分無王引きでいい。5つ目入るから、まあ、釣ってきたけど裏にいるの僕無王なんだよね。何に引くと思ったんかな。でこれでノラゴン砂で削る選択肢も増えたから、これ地震でいいかな。ちょ芝絶対やめろマジで。いや先に打ってくると思うんだよな、引いたりせずに。第一マグスト、いやフルアタの話あるな全然。くそマジで言ってる。できるかなこれあったら。大草原、いや素直に番犬戻しでよかったかな。なんかまずい話あるな。普通にまずいんだけど、ダイヤス、再生間に合うかな。こうバンギ投げても結局相手の裏のノラゴンが通るだけだからあんま意味なくて、いやフルア、もう草芝セットヒードラマジクソ。いやこんだけあればすぐに耐える。あスチルかバンギオン、強っ。さっもうやだおかしくない。なんかおかしくないかな。とりあえずバンギで大ウォールして、大魔切ってればさ、エラ神ぐらい一発耐えないか。さすがに返しで落ちるから、ウォール、アース、ウォール、アース、大ロックとかで倒せばいいか。で残飯と床両方入るから回復量でかいでしょ。ドラン B が1個上がってこんだけ回復してるけど、さすがに4倍弱点は耐えれないからチビになって、回すでいいんじゃないかな。っていうか僕が2-1取った構築って言ったんだけど、ちょ中身若干変わってるね。当時よりなんか増えたポケモンとか環境の変化に合わせてなんか多少技構成を入れ替えたりしてます。さすがに死ぬよね。 OK、 砂稼げないから2連ウォールの運ゲーはできない。いやこんだけあればエラ神さすがに耐える。あ待って、ハチマキかもとかって言ってたんだっけ。いや耐えるでしょさすがに。大魔してんだよこっち。耐えてお願い。オッケー、危ねえ危ねえ。そもそも相手無限ダイナに
九州当ててんのがおかしいかな。ああ、ヒヤヒヤした。OK、GG、お疲れ様です。